はい、矢田です、今回は銀座ライカに来ております、何のために来たかというと、まあ、この後の本編をお楽しみ。はい、今ライカショップ出てきたんですけれども、なんか見たことある後ろ姿が目の前にいるんですよね。なんか見たことあるやつの後ろ姿が、あー、ファロー君だよ。ファロー君だよ。矢沢先生の視聴者の皆さん、こんにちは。おやどうしたんだ。ついに買ってしまいましたよ。おい全然似合わない。おいおい、ライカがまるで似合わない男。買っちまいました。ライカ M11 モノクローム、ついにやっちまいましたよ。お二方のせいですね、完全に。はい、ここにもう一人。やっちまったぜ。西田さんです。もう CP- の伏線を回収しまくってる。完全に回収しました。確かにロードトゥーって感じでしたね。ですね。もうあれは CP- が布石となり、今日に結びつくと。ついに決まったよ。詳しくちょっと話を聞くと、ライカ M11 モノクロームです。もうカラー取れないやつ。取れないやつです。カラー取れないけど、俺が持ってるカラー取れるやつ、カラー取れるやつより高い。わけわからん、マジで。本体だけでも凄まじいんですよ。でレンズがズミルックス 35mm f1.4 最新のやつです。アスペリカですか、はい、俺の一緒やつ、同じやつかな。で、これでこいつで基本モノクロスナップをメインに撮っていこうかなと思ってます。僕は、はい、よろしくお願いします。で、まだあるでしょ。まだあるでしょ。まだあるよね。申し訳ねえ。出させる。まだ。僕はね、ライカということで終わる男じゃないんですよ。申し訳ないです。実はですね、同時に僕こちらの中盤ミラーレスハスルグラフトを購入しておりましたですね。いやー。どうせやるんだったらここまで盛大な場ね、やっていかねえとな。ということで。どんどん嫌いになっていくわ。嫌いになります。他のユーチューバーが絶対にやれないことを僕のチャンネルでやる。今までも嫌いだったけど、持ってくれな。まあこれでね、ニコンユーザーがすごく敵に回ると思います。もうかかってこいよ、ニコンさん。ニコン氏全員ボコボコにしてやるよ。やってやろうじゃないか。まあでもニコンは正直手放す気全くなくて、あもちろんそれはそうだ。絶対にこう外せない場面だとか、そもそも動態撮影は絶対にこっちに向かって無理なんで、それはそうだ。僕のメインの動物撮影はやっぱニコンの方を使います。比べるとこじゃないですよ。そうですね、全く別のなんかものだし、同じカメラとして語っていいのかのこともちょっと微妙なところあるんで。それはそう、完全に違うものを触った感覚ですね。まあ、俺もライカのところまでは親しみ持ったけど、ハッセル買ったってさっき知って、なんか嫌いになったわ。カメラナリキンすごいっすね。カメラナリキンプリ。まあでもこれはちゃんと撮ったものとか撮った、まあ、経験とかを還元するんで、それは間違いないですね。で、YouTube でそれがニコにもフィードバックしますから。いや、そうです、間違いない。なんでまあ、変にね、高級車乗りますとかそういうことやらずに、カメラに全額で撮って。素晴らしいと思います。僕は大好きです。そう言ってて、次高級会社乗ってる。やばいな。その可能性は否定はしないの。マセラッティとか乗ってほしいけど、ね、やだな。いよいよ成金だな。成金だ。だって仕事でしか写真撮らない俺が持ち歩いてるから。そうですよね、そこなんですよ、ね、一番は。僕そこも前回の話の時に決め手になったんですよ。仕事の、職人の矢沢貴則が毎日スナップ撮るために外に出るんですよ。だって僕この間原始撮りましたけど、人生変わったっておっしゃってました。僕も僕のバスなんで、あそこだけボリューム上げましたもん。多分僕の方でもそこ切り取ってますね。切り取ってんの。僕のチャンネルの方でも上がってるんで見てください、矢沢さんの現地撮ったの。昨日編集してる時そこだけちゃんと大きくして残してきました。最高だぜ。似合ってるでしょ、似合ってるでしょ。ライカが似合ってるでしょ、似合ってるでしょ。なんでよ、似合ってる。袋が良くない、これ。袋が良くない。これだけだったら多分似合ってたかもしれない。まあそうだ、そうそう、袋が良くない。なんやねんこれ。もうずっと西田さん、西田さんがめちゃくちゃいいかもしれない。西田さん、さっきライカ友達が増えるたびにものすごくいい絵が描いてたね。結構一人で戦ってたから。そうですよね、はい、なんか最近続々と増えてきてますよ。そうなんで
金うまい日全然水をかけても全然芽が出なかったんだけど今春を迎えて春を迎えてめっちゃ嬉しいですすげえ楽しそう嬉しすぎますこちらこそありがとうございますこんな世界を見せてくれていやこちらこそそこはあれだよあの旧ニコンだよあそこでしたっけうんそこその角が旧ニコンあ俺銀座の方は来たことないですよ昔ここはあのプロサービスだったはいはいはいあこれなんかニコンでしたよねあその角がニコンですこれでしたっけはいそこ春緑渡るとキャノンがあるっていうね。ああ、そうです、ね。ニコンキャノンがこう、はい、春緑で分断されてる感じでしたよね。ニコンさんもね、ここ素敵でしたよね。昔ね、うん、ここ白くてね。そうなんです、うん。キャノンはちょっと暗めで、ニコンは白くて、ね。うん。あ、こことかいいですね。お。西田さんは自分で気づいてないと思うんですけど。うんすげえ写真撮ってるときいい顔してるんですよ。本当ですか？本当ですか？楽しそうですか？ニカーっとしてるんですよ。ええ、いや楽しくなっちゃって、いやいいですね、写真撮ってると。いいですね。そうなんですよ。と飽きないんですよね。同じことばっかやってるんですけど。同じ場所ばっかり撮ってるんですけど。同じ場所。全然飽きなくて。ああ楽しくて仕方ない。あいつが狙っている。あ、いいですね。あいつが狙っている。おじさん二人は絶対。おじさん二人。いい感じに撮ってくれてる。きっと。すごいね。紙袋が邪魔すぎる。ファラオだでもさ、このカメラ買って最初に撮った人って俺たち。そうそう。二人を出したかったの。じゃあファーストテイクがまさかの。そうあの矢沢西だ。やばいですね。やばいですね。まあ時代が変わりましたね。お二人撮りましたね。あとで現場からします。うわかっこよ。かっこいい。めちゃくちゃかっこいいじゃないですか。やば。あとでシェアします。ファラオが福井のカズさんと同じフォームでね、そうそう写真をこれが一番多分安定する気がしますね、縦コースで。まあなんかちょっといやらしい感じするんですけど。ひどすぎる。これをいやらしいって言ったらどういうシーン、どういう仕方したらこれがいやらしいの。そこめちゃくちゃ落ちますよ。ひどいな。でそれ今西田さんがちょっとね、真似してどんなもんかっていう実験。無理でしょう、どう考えても。縦コースの時はこれ楽ですよ。あ縦はね、横はきつい。そうそうそう、横はきついです。問題だ。まあ、もしくは人差し指と中指の間でも大丈夫です。なんかカズさんこうやったかも確かに人差し中指だったから、うん、縦コース これ多分一番低い、うん、こうやったかもしれない。あその方が楽じゃないですか。そっか、こうやするのが意外と動かない、うん、まあ、特に僕今あの片手しか使ってないんで、ちょっと動かないんでなおさらに一番アクロバティックですよ。逆に片手でも使えるんですか、持ち方したり。これあいけるいける。みんな超ハックしてるビューナーが何か面白すぎる。面白いですね。なんかメーカーがこう使えっていう規約を規定を決めてない感じが面白いですね。自由です。みんなまだホッとしているの。それなりカズさん持ちみたいなやつが出てきますよ。カズ持ちみたいな。6000万画素ですよね、これ。6000で、この性能のレンズがあるんだったら、うん、今35で撮ってるけど50にクロップしても70にクロップしても全然余裕で耐えますよね。余裕。いいね、いいね、いいね。35の人でよかった、うん、ファローさん、はいはい、俺の90使ってみる。使ってみたい、確かに。ちょっと使ってみたい。使ってみる。使ってみたい。よし90。しょうがない、貸してやろう。あざます、やったぜ。90貸してやろう。矢沢さんの90を。いやこれね、結構魔力あります。マジですか。90ね、ちょっと僕あの後実は物色してるんですよ。あ、そうなんですか。マクロイルマ物色してて、もう出玉がなくて今あれなんですけど、小さいやつだから伸びるタイプ。これ、マウントチェーンですか。おお、これで Z9 より高い。やだ。CP プラスに言ってた、マイナスに言ってたな。Z9 より高いって、いいですか。聞きましょう。これは矢沢さんの殿下の方法。一回じゃ座った方がいいかもしれない。アコ済み90ですね。これで都市景観の円形を取るという変態なことをやってるわけですけど。ですよね。僕最近矢沢さんの、 あの縦位置9対16が、はい、あれ結構晴天の霹靂っていうか、めちゃくちゃ面白いと思ってて、かっこいいなと思ってて、それを支えてるのがこの90ミリですね。そうです、これで。いやーすごい。中車振ってない？圧縮効果が効くんで、やっぱりちょっと都市景観取ると面白いんですよ。なるほど。OK。でもまあファラは多分なんか金系取った方が面白いんじゃない？確かおもろいかもしれない。うん、こいつを。あ、そうですね。入れた方がいい。ライカは怖えよ、レンズ国が。
いや、そうなんだよ。そうなんだよ。俺もさ、外でさ、ニコンと同じように変えられないんだよ。いや、怖い。雑にできねえ。だってね、結構ライカってボディ1台レンズ1本ってよく言われて。そう。確かに。レンズ交換は想定しない方がいいかもしれないですね。1日1本で。僕もそんな感じっすよ。俺も今だから90しか持ち歩かない。怖いな。かっこいい、これも。これもやばいぞ。でちょっと覗いてみて、真ん中に四角いブライトフレームちっちゃいやつ出るじゃん、クロップみたいなやつ、はいはいはい、そこがそこだけだから。え、ここだけなの？そうだよ。めっちゃ狭い。ただ視差も結構ずれるから、夜とめっちゃずれますよ。その超狭いところで合わせなきゃいけないから、視界深度深めの方が結構笑えてきますよ。最短撮影距離で撮影する全然真ん中に来ないから、車内でしかも1メーター離れてないと合わないから。やばいですよね。やばいです。絶対テーブルフォト撮れないから、ね、そう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 。こいつはいいの。パラオってのは Z9 で85つけて撮ってるじゃん。そうですね、確かに、うん、それにちょっと近いかな。近いですね。あ、そうか、指が見えるのか。こうやって。そうだよ、そうなんだよ。取り合っています、取り合っています。はたから見たら何やってんだろうねって感じ。大の男2人が、男の2人が取り合ってる。それをサイドで動画回してる俺はどうなんだろう。あ、これめっちゃいい。渡るにした。あ、いい写真になってんじゃない。90、うん、めちゃめちゃいい写真。あ、いいね。ここですか。お、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。お、いいじゃん、いいね。あ、いいね、ありがとう。ありがとうございます。かっこいい。あ、90楽しいな。いつかください。これもちろん、もちろん、もちろんです。応援されたという。あ、これいいな。ハラオ、俺も撮ってくれよ。あ、もちろんです、もちろんです。俺も撮って。ここなんですか。あ、いいね、いいね。だけでいいなっていう。いいね。かっこよ。めちゃくちゃ、めちゃくちゃいい。かっこいい。あ、いいですね。これ、これ、これ。いや、かっこいい。やっぱ俺だな。これだな。これだな。下だけいいんだな。え、これいいな。90でこれなんか街中を撮ると90いいっすよ、ね。楽しいかも、うん。こいついいな。二人ともかっこいいわ。さ、次買うやつが決まっちゃったかもしれない。また追加100万。もうやなんだけど。いや、これ大丈夫。たった80万。80万。誤差やん。そんなの。80万。ふざけんなよマジで。あ、90いいな。90いいっすよね。今コンデジョージさんが出現しました。コンデジョージさんが1万5000円のコンデジと250万円のカメラで遊ぶコンデジョージさんでございます。90ミリに魔力あるよね。ある、楽しい。いや、このペース入ってきたか。たまらない。まあ、この奈落に落とすために俺はこの90持ってきたね。わざわざもうやっちゃった、やべえよ。なるほどね、こいつは最高ですね。完全にファラオさんが大人のおもちゃを手に入れた感じで楽しいぞ。だいぶニコンとは撮影体験違うよね。全く違いますね、うん、もうだいぶ変わりました。さっきの矢沢さんの写真しかり。いや、かっこいいな、本当に。知ってる。知ってる。かっこいいっすよ。うざいな。俺だからこれめっちゃいいよな。すげえいい。もう早くも高乗りに来る。90ミリの沼も始まってます。僕もあの日もすぐ検索かけましたもん。坊主に借りて。なかなかライカ持ってても90っていないですよ。そうなんですよね。頻度を考えるとやっぱ、うん、ちょっとこう一歩引いちゃうっていうか、うん、ちょっと怯えますね。矢沢さんいきなりやっぱ90初手で行ったってやっぱめちゃくちゃ変わってますよね。ある。若干ミーハーなんですけど、ちょっとソウルライターの影響もあるんですよね。ああ、なるほど。あの人は厨房園なんですよ。確かにある程度詰めながら、そうですね、街をそういうスナップでも詰めていく感じしますもんね。平面構成 で結構離れて撮れるんで。なるほど、そこがあったか。で昔ニコンの85を、まあ、先行で借りてレビュー用の作例を撮ってた時に、うん、85で街角スナップ撮ったんですよ、で85ってどうなんだろうなと思いながら撮ってたら意外といけて。なるほど、意外と面白いな。面白いんですよ、切り口ってやる。で50だとちょっと中途半端で取、ね、れないんですけど、うん、圧縮まではいかないですもんね。そうなんですよ。で広角はもう好きなんで全然取れるんですけ ど85どうかなと思って意外と主体決められるし、うん、離れていても結構取れるんでいいサイズで。これあそこに立っていただいてもいいですか。もちろんです。あ、いいですね。あ、ここいいね。
本当に2だけ、2だけごめんなさい、収録中で申し訳ない、ちょっと決めっぽく撮っちゃいます。確かに、すいません。あ、ここでもスポットとしていいですね。ね、あ、いや、いいっすね、いいっすね、いいっすね。ポーズだけ探ります。このぐらいかな。ポーズがチャラいんだよね。 OK、おいっす。 OK、待ちまーす。チャラすぎる、チャラすぎる。最後、無表情だけ数枚ください。無表情、無表情って言います。そうそうそう、普通のカット。そう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 。 OK、もう一枚。はい、もう一枚、お願いします。 OK、OK、 低めで、 OK、 OK、ありがとうございます。 OK です。いいですか。うん、こんな感じでモノクロームでいくか、かっこよ、上にもうバン、ファラオだけでいくか、いいですね。うん、で、いく予定でいこうかなっていうイメージ。確かに、確かに。僕はちょっと変化つけて、ウェイよりかはもう普通のバラをみたいな感じでいくかもしれない。お好きに使ってください。ありがとうございます。意外と西田さんが撮ってる姿っての貴重ですよ。ああ、嬉しいですね。今何気なく脇で撮ってたけど、西田さんが声かけして撮ってる姿ってなかなかないから。あ、確かに確かに、あんまりないです。そうですね、急に、急にスタジオ感が出てる。今ほとんど人撮ってないんで、そういえば商業カメラマンじゃ結構撮ってたんですけど、もう街で一人ソロプレイばっかりだから。そうです、そのイメージは最近ついてたから。確かに今楽しかったかも、うん、なんか一瞬なんか今職人の感じが出てきた。だからいつかライカ M 型だけでなんかそういう撮影したいですよね。ああ、うん、面白い。今テザーもできますからね。え、できるんですか。できる、もうフェーズ、フェーズ、キャプチャーワンとつないで。マジですか。はい、飛ばせるんですよ。わわわ、 iPad に叩き込んだり、なんとなんと、あの PC でも対応してるから。それ実践大丈夫ですか。あ、実践行きます。僕ね、昔リサやった時は全然これだけで行っちゃったから、はい、で、行けましたね。もうバンバン飛んで、それでバーッと。わーわー。ただ、有線なんで、アスさんとにこう持ってもらわなきゃいけないですけど、移動するとき。俺ちなみに、あれでコマンダー持ってるから、ストロボ使える。できるんですか。できる。確かに、それ使ってましたもんね。そってましたもん。ストロボ行けますね。はい、そうだね。やばいな。確かに。だから BTX 使って撮ったことはライカで。ライカで。やばい。使うんかい。あれ綺麗ですね。BTX と。でも最近思うのがなんていうか、もう YouTuber も次のフェーズに入ってる気がしてて。入ってますね。ですね。間違いなく違う。おっしゃるとですね。この感じですもん。そうなんです。コラボもなんか再生数伸ばすために一緒にいるっていうよりかは、うん、なんかキャッキャ楽しんでいるところ、純粋楽しいんですけど、うん、めっちゃ僕らが楽しんでるところをみんなに見てもらって、そうです。一枚。で、皆さんもなんか友達と一緒にキャッキャしてくださいねっていう提案型になるのかな、うん、このマシンのスペックはこうとかじゃなくて、もうちょっと飽きてるんですよね、自分も。その機材レビューとか、うん、めっちゃ実は僕も、うん、本当に完全にそうです、うん、そっちですね。まあ、そこそこなんかミラーレスも成熟してきたっていうのもあるんですけど。いや、そうなんですよね、うん、なんかスペックで殴れるところはもうあったんですよ。そう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 。だからもうこれから撮影体験の方にシフトしていくから、完全に僕はそっちですよね。僕はそこにエンタメを混ぜるだけ。今後我々もあれですよ、ファラオにいじられまくりますよ。動画の中で死ぬほどいじりますよ。もう悪意 100% で編集してるんで。子供のおもちゃにされます。僕らが大人のおもちゃを買い与えて、僕が子供のおもちゃに、子供のおもちゃにされちゃうっていう、まあ。ファラオの恩返しです。恩返し。おじさんをいたぶるもんじゃありません。死ぬほどいじられるんですよ。オーバーキルやめてくださいよ。ボコボコや。まあでも共通の趣味があるとね、年齢関係なく、うん、確かに普通に、だって年齢が出たら息子でおかしくないから。ああ、そんなありえるのか、うん、全然息子でおかしくない。全然年齢を意識することで普通に対応してますから、ね、確かに。全然敬ってませんからね。本当に本当に。リスペクトありますか。めちゃリスペクトします。してますか。尊敬の念しかない。高野浅輪は。もうこれでだろ。ペラペラ感が出てくる。うちの総大将だから一応。リスペクト持ってる。はい、ということで今回ね、3人でフォトウォークしてきましたけど、はい。ハロー、大変なことだよ。すごいね。仲良したね。すごいことなってますね。いきなり M11 モノクロームというところで。渡田君とマブダチだよ。はい、最初がね、M11 モノクロームだって。すごいわ。スーパーバカな買い物した。いや、すごいわ。マジで気持ちいい。で、まあ今日は90ミリをちょっと貸して、まあ、高野宮沢と渡辺西田の写真を撮らせていただいたんで、素晴らしい。この辺に貼っときます。はい、この辺に貼っときます。よろしくお願いします。あれかっこよかった。あれかっこいいっすよ。
まあ、来年の CP マイナスは多分ライカブースになるんじゃないか。柴田さんもライカ3人でボコボコにするって思ってるよ、お前。楽しそうですね。今年は数字でいじったけど、来年ライカでいじるっていう。柴田さんいなくなっちゃうんじゃないかな。あいつらやだ嫌いみたいな。金で殴ってくる感じやだみたいな。まあ、そんな感じで今回はまあファラオはね、このライカ購入させていただいて、ますます嫌われろ、ますます嫌われ、ますます嫌われる。はい、じゃあそんな感じでごめん、どうぞ。ありがとうございました。ありがとうございました。またね。